百均パキラハイドロカルチャートイレにも置ける。ダイソーで100円で買ってきたパキラハイドロカルチャーに仕立てようと思います。まず鉢をもみもみ逆さにして根はこんな感じかと思ったら、やはり挿し木のパキラ根はとても少ないです。余分な土を水で落としておきます。ハイドロカルチャー用のポットを使います。こちらはアマゾンで購入しました。水はけ良さそうですね。ハイドロボールも今回もこちらのタイプアマゾンで購入しています。使う前に必ず洗ってくださいね。外側に使う器もダイソーで100円で購入しました。お水を底に少し入れてセットしたら完成です。こんな感じです。仕立てた後に活力剤を入れるようにしています。早速初在住なのでトイレに置くと機運が上がるというので置いてみました。このトイレ窓があります。もしも窓もなく暗いトイレの場合、2つ鉢を用意してローテーションをしながら育てながら置くと良いと思います。